こちら、いけねえネーム、リリーちゃん、女性、27歳からいただきました。ありがとうございます。初めてメールします。27歳、D カップの女子です。わお!おーほー!おっぱい、もうませろ、もうませろ、おっぱい。私は不思議に思っていることがあります。なんでしょうね、うん。私が付き合う男性は、皆、コスプレが好きで、必ずお願いされます。はいはいはい、はい。この前別れた元彼とは、毎回エッチの時は、毎回だよ。毎回?コスプレでしていました。毎回?毎回。自分ではこの年で制服やらメイド服やらは似合わないと思うし、恥ずかしいので困るのですが、頼まれると断れず着てしまいました。はあ、やはり男性はコスプレが好きなんでしょうか?お二人はどんなコスプレがお好きですか、うん、未来の彼氏さんのために参考にさせてください。はぁ、今ね、別れたとこなんでしょうね。正直ね。はいはいはい。コスプレやらしたことあります?やってほしいって頼んで。まあ、例えば、はい、エプロンつけてとか。はぁはぁはぁ。エッチするときにね。うん。ないです。一回もないです。全然興味ないです。木村君あれだな。恵まれた生活を昔から送っているから、性欲が、歪んだ方向に行ってないんだ。だから、子役関係ねえって言ってんだろ。好きですか、コスプレ。僕、そんなに全然興味なかったんです。うんうんうん、ただ、はい、ある日、うん、彼女がね、うん、サンタさんの衣装をね、うん、わあ仕事で使ったから、つって持って帰ってきたんですよ。うわあかわいい。それで、うん、これ、イベントの時に来たんだ、って。うんで、あ、そうなんだ。かわいいよね、女の子のね、サンタのやつ。女の子のやつが来たってことは、なんかこう、かわいいやつなんでしょうね。ね!はい。あれですよ、ここにふわふわがついてるやつですよ。胸元に。こう、ビスチェみたいになってる。あ、あ、はい、はい。男のサンタって、ほんと、しょーもないでしょ、服。まあ、安々じゃないですか。はい。女の子のってね、すごいちゃんとしてんだよ。うん、へー。全部揃ってるし。ほんで、なんか、靴下みたいなここまでのやつも揃ってるし。へー、そんなとこまで?ミニスカート。うん。ここ、ミニスカートも、もうパンツ見えるぐらいのミニスカートに、うん、ハイソックスみたいな、サンタのこのふわふわのついた。ふわふわの、そう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 、そう、そう、がついてて、で、あれ、着てみようかって言ってくれたの。わー、楽しい。優しいと思って、うん、おーん、つって、まあ、そんな興味ないふりしながら、うん、ね、あ、そうなんだ。はい、そうなんだ。はい、じゃあ来てみてよ。まあ、可愛いんだよねって言って、はいはい、で来てくれたら、もう、って言うか、生足だし、はいはいはい。俺も生足が大好きだから、うん、ってなって、うん、うわ、かわいいね。かわいい?本当に?つって、うんうん。で、スクスしたんですよ、はい。そのまま。まあ、それはね、盛り上がりますからね。うん、盛り上がった中学時代の。それはね、木村くん、はい、やってみないとわからないよ。あの感動は。ああ。マジっすか。用意しときますか、サンタ。木村くん、はい、家にね、はい、今日お家行くねっつって言われて、はいはい、俺が仕事で遅くなるときに、うん、家にいたときにね、うん、メイド服で、うん、待っててみ、はい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 。そんなことがあったのよ。メイド服で、テレビ見てたことあったの。そこちゃんとしてほしいわ。彼女が。ちゃんとやりきってほしかったわ。はい。彼女がメイド服着てテレビ見てて、うん、ガチャッと、はっ、もうすぐエッチです。メイドさんが。わー、そんなですか。もうね、木村くん、俺も全然興味がなかったから、はいはいはい、コスプレに、はい。変わるよ。本当ですか、うん、俺も未だにその、はい、さあ着てくれとは思わないけど、うん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 、その、女の子の心意気として、来て待っててくれるなんて。そうですよね。うん。こっちを楽しませようっていう気持ちですもんね。あ、確かに、それはありますね。いや、だから、違う、今想像したんです、言われて、うんうんうん。で、自分が家に帰ってきた時にね、うん、女の子が、メイド服着て待っててくれたらどうかな、うん、楽しいとは思う。楽しいよ。楽しいと思う。だから、多分そこでごっこ遊びとか始めると思う。始まります。ね。やりますよね。うん、でも、したくなるかな。どういう。わかりました、わかりました。じゃあ、買っときますかね、いつかの、そういう機会の時のために、ドンキホーテで。うん。うん。まあ、初心者はメイド服とサンタさんから行った方がいいと思う。ああ、なるほどね。プロフェッショナルってもっとすごいとこ行きますか。スクール水着とか言ってた。スクール水着?スクール?え?紺色の?ゼッケンついたやつって。ああ、確かにちょっとごめんなさい、僕初心者でした。
うん、わけわかんないだろ、はい、もうそこまで行くとな。はい。今ね、いわゆるコスプレみたいなものには随分理解があるね、業界に生きてるつもりでしたけど、うんうんうん、ああ、レベル高いですね。うん。すごいなぁ。そうなんだって思っちゃった。まあね、ご家庭の中でやってる分にはすごく、ね、うん、楽しんでらっしゃって。まあ、あえて言うなら木村くんの場合、はい、どんなコスプレがいいと思う、はい、あ、まあ、例えば昔ほら、ラムちゃんが好きだったら、はい、あの、ラムちゃんのトラビキニを着てほしいとか、はいはい、そういうのあるじゃないですか。じゃあ、めっちゃ初心者なこと言っていいですか？いいです。なんか、やっぱり、その、何がショックというか、受け入れられないっていうか、うん、わーってなったかというと、うんうん、要するに、その、芝居度が上がっちゃうとやっぱ強いわけですよ。ハードルが高いわけですよ。スクール水着ってかなりそのね、ファンタジーの世界じゃないですか。そうだね。ああ、そこわかる。そこに比べると、サンタさん、うん、メイドさんはいくらか、そうね。リアルに戻ってくるじゃないですか。水商売の人で着てる人もいるしね。見かけるしね、街でもね。ね、うん、はい。スクール水着の人見かけることないんで。ない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 。なかなか。そう考えると、うん、ま、コスプレって言わないかもしれないぐらいの、うんうんうん、もう、こってこっての、じゃ、チャイナドレスとか。あ、いいよ、チャイナドレス。カクテルドレスとか。ああ、いつも見かけない？ちょっと、うん。なんていうんですか、そういうの。斬新っていうか、新鮮っていうか。いつもはしない彼女がこんな服を着てきてくれたっていう感じね。ちょっと良くないですか？うん。わかる。それだけで。わかるわかる。ちょっといつも胸開いたやつ着ない人が胸開いたやつ着ちゃうとかでしょ？そうです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 。あれは逆に、自分の大きめの白いシャツを裸で着ちゃって。基本ですよね。お帰り。袖が長いの。お帰り。俺多分。コスプレですからね、これ。リアルな話、うん、それやられたら爆笑しかないじゃないですか。木村くんは冷めすぎだよ！それは爆笑。実際想像してみてくださいよ。今の爆笑でしょ？木村くん、俺はね、はい、こう考える。何ですか？彼女が、目いっぱい、芝居を打ってくれてるんだと。うん、玄関開けて、うん、お帰り。俺も木村くんと同じ。大爆笑しそうになります。おい、やっぱりね。ただ、うん、彼女は、うん、頑張ってるんだ。男の理想を見つけようと。頑張ってる、頑張ってるんだ。だから、はい、こういう格好で来たんだ。はい。すぐに抱いてやれ。すぐに抱いてやれ。いや、違う、正しいように聞こえるけど、うん、実際、絶対受け狙ってるってそこまでやった。受け狙ってようが何しようがもう、それだけでなく、それは笑ったら失礼なんだよ。そうか。そこはもうすぐだ、うわ、もうビンビンだよって言ってやらないと。最高だよお前と。おー行くぞお前。ああ、かっこいい男だわ。男ですよやっぱそれ。もう常にもうその、扉開ける前に気づいたらもうグワーッと押して、ビンビンにしてから入りますよ。もうさっと。なんで扉開ける前に気づいたの？え、普段の格好ではないんですか？なんでもない、いわゆる日常の格好なのに、これ見るとドキドキしちゃうんだよね、みたいなのないんですか？俺は、太ももがあらわになってると、いつでも、ドキドキします。生足だからね、うん。生足が大好きなんで、とにかく。それは、例えば、ニーハイな子もいれば、うん、例えば、本当にブーツで、うん、足首まで足が出てる子もいるじゃないですか。なんでもいいんだ。最近さ、はい、足が綺麗に見えるストッキングっていうのがあるんだけど、ほとんど履いてないように見えるのね。うん、はあ、生足に見えんのよ。うん、それで、わぁ、生足だ、この子。と思って、うん、アフレコとかしてるときに、うん、本当にそば寄って、じっと見たときに、うん、ストッキング入ったら、もう嫌いになります。その子がね。うん、そらそうですよね。裏切ったんですよ。もうそれぐらい、俺は、生足くらい。なるほど。そらそう、それだけ生足に情熱を傾けてる人にとってみれば。今まで合わないって思ってた女の子が、生足にミニスカートを履いてきた瞬間から、好きになったことがある。それは、要するにその足が素晴らしかったってこと？うん。普通だけど。だっているわけじゃないですか、ここにも生足だし。だから、なんていうかな。ギャップかな？ああ、そういうことか。してなかったからね、うん、今ね。そう。うん。ああ。でも、そこまで生足に情熱を燃やして普段から視線をね、向けている男が、うん、近くで見るまで気づかないって相当ですね、それ。すげえんだよ、なんていうのかな。新しいストッキングの素材。でも、生足に見せるために作ってるってことでしょ？そういうことです。はっ、何やったかな？なんていうんやったかな？足ファンデーションみたいな名前で。あ、でもそういうことでしょうね、きっとね。うん、うん、うん、うん。まだストッキングであれ一枚履くだけで足の形すっごい綺麗になるじゃないですか。そうなんだ。あ、靴下との段差はできなくなるよね。うん、うん、うん、うん。
やっぱこうキュッてして、うん、で、ちゃんとあの、ストッキングって多分形も作ってるから、はいはいはい、足の形絶対綺麗になるんですよ、あれ履いてると。735みたいなやつね。バランスで、黄金比ですか、うん、それ。ちょっとごめんなさい、ね。締め具合のやつね。はいはいはい。おそらくそうでしょう。はぁ。やっぱね、そうすると生足に見えて、なおかつ、足の形が綺麗になるって言ったら素晴らしい、確かに、ね。うん。そば寄るまで気づかなかったらもう本当に。すげえなぁ。騙されると思った。今日はそういうなんかフェチ的なことないの、何も。今考えてたんですけど、うん、僕あれ好きなんですよ。横から見た時の肩から腰、お尻にかけての S 字。背中側ね。はい。背中側です、いいね、背中側。ああ、いいね。あれが好きなんで。うん。腰が相当くびれてないと、それは、出ねえな、はい。はい。なんで、割とだから、服装的にはスカートとかも好きですけれども、うん、その点だけで言うと、うん、T シャツにジーンズっていうのが。おっとなぁ別に生肉見えてなきゃいいっていうのは大人じゃないですけど。木村くんってなんか落ち着いてるね。落ち着いてないですよ。いいなぁ。なんていうかな、なんすか。余裕がある男として。俺ね、それ憧れなんだよね。はい。なんか俺の夢を語るといつもがっついてるみたいに思われちゃうんだよね。はぁ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 。情熱があるからです。生が出てるとか、もうそういうことじゃないですか、はい、結局は。そうですね。はい。すぐ抱くとかですね。そうそう。木村くんってさ、もうその余裕があるじゃん。なんかもう、あ、もうジーンズとかがいいですね。なんつって。いいじゃん。それは趣味思考の問題ですから。いや、がっついてないよね。がっついてなくなるためにはどうしたらいいの？違うんです。好みの問題です。じゃあもう一個がっついてないってこと言われちゃうと思うけれども、上がタイトで下ふんわりみたいなのも好きで、うん、下がピタッとした、T シャツか、ロンTで、うんうんうん、下が、こう、ふわっとしたロングスカート。ああ、あるね。あのバランス。ほー。あれ好きなんです。なんか可愛い。大好き。草原みたいな女の子だね。草原みたいな女の子です。走ってそんな。白っぽいスカート、ね。転びよ、そんなので走ったら。うわー。余裕があるなー。言わなきゃよかったかな。なんかねえかな。生が見えてると嬉しいのね。俺なんかねえかな。水着とかよかった。もう生足にブーツなんて最高だよ、もう。いや、確かに。素敵ですね。ニーハイかなんか履いて。うわぁ。スカートから見えてる部分ちょっと見て。あ、ちょっとがいいんだ、やっぱあれね。あー、どっちでもいいですね。黄金比率がいいんだ、ここね。俺、それあんまないんですよ。あ、そうなの？なんかニーハイ、あ、俺今言ったらニーハイブーツなんですけど、うんうんうん、ニーハイ大好きみたいな人多いじゃないですか。うん。あんまり。あれ、やっぱりその見えずが好きなんだろうね。うんうんうん。俺はもうほんと見えてて、欲しいから。見えてんなら見えてるだけ見えててほしい。もうちょっとね、なんやったらこのぐらいの。うん、はいはい。すねぐらい。もうラジオやけど。大丈夫です。なんやったらもうこんぐらいのエンジニアブーツぐらいの。はい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 。ブーツ履いて、あともここまし、もう全部肌。はい。で、こんぐらいのスカートを履いて、あ、おはようございますって来たらもう、ですよ。うわ、教師だ。教師。中学校のプール以来の教師ですね、それね。でも、今のだったら、ね、こう今のだったら、すねぐらいのウエスタンブーツで、うん、ホットパンツでもいいんじゃないですか、うんうん、いいねーいいねー木村くん、いいねいいの来たねやったーいいの。いいの来たね。かっこいいですよね。いいそれでこう、もうほんとちょっとおへそが出てたらもう最高ですよ。あ、素晴らしい。似合う人限られるけど、ね。そりゃそうです。木村くん、それは本当に。勇気がいるやつ。それもう本当に。難しいところだね。お前それいけるよっていう子に限ってすごく肌を隠す。そう、注意してそれ、キラミユの時注意して。それ言ってけってことですか。みんなに。みんな聞いてくれる聞いてくれるわーじゃないよ、ガラスの子。キャーじゃねえ。乗ってんじゃねえ。また今日も、ちょっと、僕の性癖のことについてね、はい、ちょっとまあ、ちょびっと明るみに出しましたけども。ちょびっとかな、うん。情熱のある人の語りは楽しいなって思いました。魂がね。結局、男はみんな肌色症候群なんですよね。はいはい、肌色を見たら、うん、見たくなくても見てしまう。うん、それがたとえブスであっても、うん。っていうことなんですよね。はい。もう条件反射ですからね、そういうものはね。それはでも木村くんもそうですか？え、そりゃそうですよ。大人の余裕がある木村くんでもそうなんですか？いや、もう二度と大人の余裕出さないですから、ね。嘘でも言っていきます。なんで嘘つくんだよ。木村、違うとこ行って、もう、野坂さん大変なんだよなぁ、つって。嘘でも性欲あるように言っとかないとさ、もう、うるせえんだもん、つって。いや、なんか、うん、例えばですよ、うん、階段登ってる時に、うん、
ふっと上を見る瞬間があるじゃないですか。あります。ふっと上を見た瞬間に上の人がミニスカートだと、スッと目をそらします、ね。わかります。あれ。あ、なんなんでしょうね、あの罪悪感。その後どうしますか、木村君は。いや、それも、もう一回見ます。でしょうによ。でしょうによ。今合わしましたね。僕に合わしましたね、今。すいません。見れないっす。あの、僕、もう絶対こうなって。はいはい。登ってます、登ってます。あ、見た。そらした。どうしようかな。あ、もう一回。すげえ。犯罪者の目できんだ、この人。一回見て、うん、あ、見ちゃいけない。外しました。はい、周りを気にしながら、うん、もしかしてこれは、うん、俺を誘ってんじゃねえのっていうことで、うん、自分を納得させた上で、うん、違ってるって分かっていながら、もう一回見ます。うん、もう一回見て確かめます。本当に見えているかどうか。はあ、はあはあはあ。それは、どっちだったら嬉しいんですか？綺麗なパンツだったら嬉しいです。見えててかつ綺麗なパンツが一番嬉しいってこと？見えててかつ綺麗なパンツって若い女だったら嬉しいです。すごいですよ。だからそこまでの直球って。だって、まあ、男によってはね、やっぱ見えてちゃダメなんだよってこともあるでしょ。ギリギリがいいんだよって。そんなの見えでしょ？そんなの見えでしょ？はぁ、あ、潔い。のパンツ履いてなかったら余計いいよ。見たい、肌色見たいからね。うん。磯銀着だったら最高ですよ。最高ですよ。あ、すごい。それで本当のまま綺麗だったらもう、毛がものすごい綺麗だったらもう、どんだけよく見えてるんですか。しゃがるスポットでも当ててんですか。しゃがるスポットでも当ててんですか。あれ、どこまで行った？あ、もう陰本のコーナーだったんだ。最後のコーナーだったんだ。あ、ということで陰本ですよ。アザゼルさん Z でした。ね、だからどれだけ使えるのこのラジオ。これまあほとんど大丈夫。